はい、もう冬休み目前です。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、早速ですけど本日のお茶20日です。20日。もう早いなあっという間。はい、お茶ホワイトベア、ホワイトシリーズ出ましたね。ホワイトタイガー、ホワイトエレファント、ついこの間ホワイトドラゴン出て、ついにベア、白クマが出ました。はい。ホワイトベア、ホワイトティー、ブルーベリーマフィンフレーバー。ブルーベリーマフィンである必要あるのかどうか。うん。まあはい。うん、ホワイトティーです。はい。いや、うん、ブルーベリーの香りなんですけど、ブルーベリーマフィン。だちょっと、ただのブルーベリーって感じでもないからかな。美味しいお茶でございました。ブルーベリーマフィン。まだ引っかかってる。はい。で、はい、本日なんですけれども、もう皆さん20日ですよ、20日。幼稚園とかはもう冬休み入ってますよね。で、小中高はだいたいもうちょっとだと思うんですよね。20、2、3、4、5、そこら辺。まあ、冬休み突入になると思うので、まずいと、私の冬休みの自由研究の意図がと思って、買いに行きました。で、作るものはこのグラニーバッグのね、このミニ作ったんですけど、これの巨大大きいバージョン。で、糸なんですけど、夫のマフラーを今、ただいまね、これやっと10段目ぐらいまで編めたんですけど、思いのほかね、この糸気に入りまして、で、こうじゃじゃじゃん。同じ糸ですね。はい。同じ糸でちょっと買ってきました。本当は冬のバッグなので白っぽい色にするか、暖色系にするかとかって思ってたんですけど、なんでしょうね。手芸屋行くとテンション上がって、でこう帰ってきてから私これどうしてこの色にしたんだろうって思う時があるんですけど、まさに多分ね、輝いて見えた、これだっていう直感で選んでまいりました。で、この2色を使って、よいしょ。はい。このね、編み図。長編みの上に細編みくるように。細編みの上に長編みくるようにって言って、こう、模様がね、浮き上がるようにする。しかもこう、3段ごとですね。3段同じ編み方編んでって、編み方変えてって言って、この模様を作り出そうと思っておりまして、まあ今日ちょっとさらっとその触りで最初の部分だけやって、これ全部なくなるまで編もうかなと思っております。で、この糸を編んだ時、これ、100均の糸なんですけど、10号針で編むぐらい大きい太い糸だったんですけど、こちらは5号針かな。5号針で編む糸なので、ちょっと模様が細かくなると思われます。とりあえず触りの部分だけ、最初のところだけね、ちょっとやっていこうかなと思います。で、四角く編んでいきたいので、まず輪から編み始めますと。で、1、2、3目で立ち上がって、長編みを、よいしょ、2つ。これで柱が3本立ってることになるのかな。で、角っこなので鎖2目でまた、長編み3目で鎖編み2目、はい、長編み3目で塊がまず一番最初なので塊4つになるように編んでいきます。はい、昨日早退してきました、下の娘、病院で行って検査をしたらインフルエンザではありませんでした。で、そして、一応ね、昨日熱があったので、って思って疑ってたんですけど、今日朝起きたらすっきり、微熱、あるんか熱、微熱で37度2分とかで。で、元気いっぱいなんですけれど、一応微熱なので、大事をとって本日も学校はお休みしております。なので今、撮影中に大きな音を出してもらいたくないので、イヤホンつけて、YouTube 見てもらっております。で、はい、1段目終わりました。で、同じ色というか同じ糸で3段ずつ編みたいので、こっからまた2段目いきます。123編んで1、2、もう1個かな。これで全部で5目になります。で、鎖編み2目編んで、同じこの鎖前段のね鎖2目のとこに1個長編み編んで、でまた3目編んで、鎖編み2目のとこに1つ足します。ここの両側に1個ずつ増えていって、ここの辺が広がっていくという形ですね。なので鎖編み2目したら、また今度ここのこっち側の辺を編むのに、まずは鎖編み2目のとこに1個追加して、で真ん中を普通に編んで、でまた鎖編み2目のところに追加、鎖2目のところに1個入れて、鎖2目編んで角っこ作って、でもうここ一番最初の立ち上がりがちょうどその鎖2目から出てますよ手で編んでますので、でここから123立ち上がり3目で終了。これで2段目が終わりました。で今ここで5目、もうここの時点でここ5目なんですけれど、5目ずつ編もうと思っているので、細編みと長編みが5目ずつ変わっていこうと思っていますので、ここでまず3目立ち上がる、123目立ち上がるのかな。で12345、真ん中の5目編んで、で次ここのまた鎖編み2目のとこにもう1目追加していくんですけれど、この時にはここ細編みになります。で鎖2目編んで、またこっちも細編みで長編みを5目でまた鎖編み2目のとこに細編みで、鎖2目編んで角っこ作って、はい、細編み、長編み5目、細編みっていうふうに一辺の編みが決まりますと。で鎖編み2目入れて細編みで、一番最初の目に戻ってきたので、12立ち上がり3目の3目目を拾って引き抜き編み、これで123、1つの1色の糸につき、3段ずつ編むので、これでこの糸1色分がまず終了かな。で次もう1つの色持ってきまして、だから最後の引き抜き編みの時に糸替えが発生いたしますと。よいしょ。で糸を変えるイコール編み方を変えるということで、今度長編みだったところは細編みになって、細編みだったところが長編みになります。なので今ここ長編みの上なので、始まりがまずここ1つ鎖編みして、細編みを細編みを5目、12345目編んで、はい、細編みの上に長編み編んで、さらにこの鎖2目の中に、はい、長編みをもう1個で、鎖2目編んで、はい、長編みを1個追加して、細編みの上に長編みで、長編みの上に細編みなので、ここ細編みが5目きます。3次長編みで、また鎖編み2目のとこに長編み1個追加で、鎖2目編んで長編み、はい、細編みの上に長編みで、長編みの上に細編み、345で長編みで、長編みもう1目で、鎖編み2目して、同じとこに長編み長編みで、細編み5目。はい、長編み長編み、鎖編み2目して、長編みして、で細編みの上に長編みをして、最初の目に戻ってきたので、ここで引き抜き編み。はい、これでこの緑色の糸の1段目完成。これで2色目の3段目が終わりましたと。なので、だから本当はここからまた色を変えていきますと。次の色に変わりましたと。で、次の色に変わったってことは編み方も真逆になるので、鎖編み3目で立ち上げて、隣の目に2目め。っていう感じですね。で、めんどくさがり屋なので、糸は1回ずつ切らないでこう渡していこうと思います。その時にここ次新しい糸に糸返した時にちょっとここのね緩めというか、あんまりきつめにギュッて引っ張って持ってきちゃうと。編み地がキュッてクシュッてなっちゃうので気をつけるぐらいですかね。はい、ここで12345ありゃ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 、はい、間違ってた。はい、3目立ち上がったら、こことここの目で1目なので、こっちだ。12345、はい、5目目長編みをして、で次長編みの上に細編みを編んでいくんですけど、今123前段まで長編みここ下4つだったので、次細編みを4つ編んで、で鎖編み2目の中にもう1目5目目ですね。鎖編み2目編んで角っこ作って、同じとこに細編み入れて、でまた細編み4つと、でこういうふうにして編んでいきますよというのを、この糸 100g ずつあるんですけど、この糸がなくなるまで、冬休みのまあ短い間ですけれどもやっていこうかなと思います。ちょっと今日は軽く、説明です。もうだってこの編み方も何回目ですよ。何回目だよって感じなんですけど、そういう風にね、やっていこうかなと思います。糸の太さが違うと、これだけ10号針で編んだものと5号針で編んだものと、こんだけ大きさが異なってきます。で、こっちの方がやっぱ細かいので、バッグにするんなら、これはこれでいいかなと思っております。はい。じゃあ、これは、冬休み中にやるということで、冬休み直前の大慌てで説明動画でございました。それではまた明日何かやっていきます。